朝日丸は、近海優先が運航していた、火脚船。後に大日本帝国海軍の病院船となった。文中、トン数表示のみの船舶は日本優先及び、近海優先の船舶である。大阪商船は、日清戦争終結後、新領土となった台湾への航路開設を進めるべく、社員派遣や台湾総督府への陳情を重ねた結果、 1896年5月以降に大阪とキールン間の航路を台湾総督不命令航路として定期航海を加盟された。日本郵船も台湾への航路開設準備を進め、大阪商船よりわずかに遅れたものの神戸とキールン間の航路を開設。1897年以降、こちらも台湾総督不命令航路となった。朝日丸の姉妹船、ヤマト丸。 1914年撮影1923年、日本優先の近海航路部門が独立して、近海優先が設立され、神戸、キールンカン航路も近海優先に継承された。この際、近海優先では、神戸、キールンカン航路に、親会社から譲り受けた、シナノマルなど6000トンクラスの貨客線を配置したが、 この航路の乗客や貨物は増大するばかりで、より大型の船舶を配置することとなった。まず第一次世界大戦でのドイツからの賠償船で、日本優先に委託運航されていた、吉野丸をチャーターして航路に配置した。ついで1928年、イタリアから2隻の価客船を購入した。ヤマト丸と、アサヒである。アサヒ元イタリア価客船、ダンテアリギエリは、 1915年に、セストリレ・バンテの SLG ・チョバッチーに会社で巡航した。巡航後、ダンテア・リギエーリは、ジェノバからパレルモを経て、ニューヨークに至る航路に就航。1917年に、アメリカが第一次世界大戦に参戦し、ダンテア・リギエーリは、アメリカ陸軍のチャーター船として、陸軍をヨーロッパ大陸の戦場に輸送した。大戦終結後は、元の航路に復帰し、 1927年10月まで就航した。1927年11月、ダンテ・アリギエーリはニューヨークを出航し、リスボン、ナポリに寄港の後でノバに到着し、この航路での最後の務めを果たした。翌1928年、前日のように近海優先に購入され、朝日丸と命名された。台湾航路に就航後の朝日丸は年に30、航海を行い、 大阪商船の同航路の船舶と競争を繰り広げた。偶然であるが、両会社が朝日丸就航の1928年当時に台湾航路に就航させていた船舶はいずれも外国からの購入船で占められており、さながら、舶来品の見本市状態だった。病院戦時の朝日丸1937年7月、日中戦争勃発。 その約1ヶ月後の8月17日、朝日丸は海軍に徴用されて、クレ海軍交渉において、病院船に改装された。おつい当客室は手術室にずつが割れた。改装はすぐに終わり、1週間後の8月25日には、病院船としての初の航海で、五章に向かった。朝日丸は五章で陸軍の小病兵を収容し、8月30日にクレに帰島。 病院船としての初の航海を終えた、以後も日本本土と中止方面を往復した。ところが、1938年3月26日、朝、大事故が発生する。この日、朝日丸は、定期検査及び設備改善のため三菱重工業、神戸造船所にて係留中、突然船体が、左舷に傾斜。岸壁にもたれかかった形となって座礁し、 有保看板の左限選出まで水没してしまった。原因は検査のためにバラストを移動させたため重心が変わってしまい、バランスを崩してしまったのが原因とも言われたが、復元力の悪い朝日丸に重い医療器具を多数積み込んだことが条件を悪くしたという説明もある。事故に関しては、サモン委員会が開かれた。同年6月初旬には修理が終わり、再び病院船として、 中止方面などへ公開した。九百三十九年、近海優先は日本優先に合併され朝日丸も移籍。跡。九百四十年、朝日丸は三菱重工横浜選挙にて二番煙突を撤去。もともと2番煙突はダミーファンネルだったが、復元力改善のためには撤去するのが良いという意見によるものだった。九百四十一年十二月二日、 朝日丸は別府を出港し、パラオに向かった。太平洋戦争勃発時にはパラオに向けて、航海中で、ほどなく、パラオに到着した。開戦後の同年12月23日、朝日丸は連合国に対し、病院船として、氷川丸、高砂丸と共に、船名や洋木、姿形などが通知された。パラオで、治療や補給に当たった後ダバオに進出し、 同様に治療と補給に当たった。しかし、患者が増加して対応しきれなくなることが予想されたため、応援として、高砂丸がダバオに開港されて治療と補給に当たることとなり、朝日丸は患者を乗せて1942年2月11日、紀元節の日に佐世保に帰島した。整備の後、朝日丸は再び南方に進出。この時、 朝日丸は、病院船としての必要物資、人員の他に、戦艦混合、春名宛の弾薬560発も搭載していた。朝日丸は、ダバオに加えてセレベス島、ティモール島方面で行動した。しかし、ティモール島区パン近海を航行中の3月26日、朝日丸は、イギリス空軍機の爆撃を受けた。幸いにして直撃弾はなかったものの、 すぐさまこの事実は大本営発表で報じられ、日本政府は中立国を通じてイギリス政府に抗議した。朝日丸は4月28日に佐世保に帰島後、張間造船所で船体の修繕に並んで、赤十字標識の改正、設備の入れ替えなどを行った。改修なった朝日丸は、ミッドウェイ海戦に参加したが、敗北により、進路を変えてトラック諸島に入港し、 海戦で沈没、損傷した従順洋艦、三熊や、最上の負傷者を収容した。その後も、日本本土と南方占領地を幾度となく往復し、医療品の輸送と現地での治療、傷病兵の送還に活躍した。1943年11月10日、朝日丸は特設病院船としての任を解かれ、特設運送船となった。 特設運送船に転じた朝日丸は、補給部隊に編入された。1944年2月5日2時53分、朝日丸は兵員など944名と、軍事品を搭載して、神戸に向かう途中、北緯34度21分、統計133度46分、北緯34.35、0度統計133.767度。 34.350133.767の微山瀬戸牛島の西方4分の3海里の会場でタンカーマンジュマルと衝突。マンジュマルの選手が朝日丸の左辺中央部機関室に突き刺さり、波行部からの浸水は止まらず排水作業も困難を極めたため、朝日丸は至近の浜に任意で座礁した。マンジュマルの損傷は軽く、朝日丸の便乗者を異常させて、 神戸に向かった。朝日丸救難のため、クレチンジフと日本海難救助から人員やタグボートが現地に向かい、救助方法を検討した。この間、朝日丸が着底していた海底は、船首と船尾部分が海流で徐々に削られ、中央部付近の海底だけで船体をかろうじて支えている状態だった。2月19日午前、 朝日丸の船体に亀裂が入っているのが発見され、亀裂は徐々に拡大して24日には船底部に達した。ここに至って朝日丸の救助は断念され、積載物件を回収した後、船体は放棄されることになった。その後、朝日丸の船体は1949年に解体された。ありがとうございます。